全鉄コンサート見ましたかああ、斎藤さん、いらっしゃい、ありがとう。なんか、いっぱいいっぱい来た <laughs> みんなありがとう桜子さん、はずきさん、イェーイ、イェーイ、イェイ。小ばさん、いらっしゃい。見た、見た。あ、ラブカーナさん、イェイ、イェイ。はやちゃんさん、いらっしゃい。全鉄コンサート、終わりました、今日、さっき。 嬉しい。楽しかった。すごかった。ね。本当にすごかった。私は行ってない。行ってみたかった。いや、本当にね。もう、最高の時間だったね。<laughs> 最高の時間だった。だかなさん、かわいい。ありがとうございます。かまさん、お疲れ様でした。ありがとう。はやちゃんさんも、お疲れ様。ありがとう。アルパカちゃんも、ありがとうね。あ、おなかちゃん、いらっしゃい。お疲れ様でございます。ありがとう。 まーさ、まーさくまーさん、いいかないやー、初見さんいらっしゃい。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとう。明日行く。えっと、前鉄のネタバレは、もう、ただただ、あのー、楽しかったですって言いたかっただけなので、ネタバレはしないと思います。ネタバレはしません。しない。うん。<laughs> 気をつけよう。<laughs> 気をつけまーす。あのー、 これから、あのー、てっちゃんたちのオンラインお話し会が始まるので、それまで15分だけとか、ちょっとね、ちょっとないだ、<laughs> やりまーす。明日、明日行く明日見ます。見た人で全通するようで、二日間とも行くよっていう人いますか二日間とも行けませんよっていう人。投票しよう。えー、っと、 一番二日間ともいきます。二番今日だけ。三番明日だけ。四番両方なし。はいドン。じゃんじゃーんちょこちょこじゃんじゃんちょこ一番両方。二番今日だけ。三番明日だけ。四番両両方なし。<laughs> えでもみんなのコメントでみたいな。みんなさんのコメントで知りたいかも。 もうほんとね、スタンドがないから <laughs>、スタンドがないからあれなんだけど。もう、もういいかな。もういいかな。いい。あ、明日だけが多い。明日だけ。今日だけ。は両方も多いね。1位が明日だけで、2位が両方で、3位が、えっ、ー、と、いけないで、4位が今日だけ。<laughs> えー、ほのかちゃんと桜子さんと斉藤さんも明日もあ斉藤さんとかばきちさんは両日だねアルパカちゃん両日行きませんあずきちゃんにありがとしいありがとうなんさ明日公園と前鉄ありますあ今からフェリーで気をつけて楽しみにお待ちしておりますよもうね 何今何分経ったかも全然時計とかもい意しちゃうから全然わかんないんだけど今日はちょっと、あのー、私的にちょっと悔いが残る部分もあったので明日はもっとね頑頑張ります頑張りますいや本当に緊張しちゃったもうね AKB さんのコンサートっていうのを初めて見てこれは沼に落ちるなと思いました。 ちょっとね、テンション上がりすぎてちょっと声が高い感じになってるからちょっと落ち着いて低い声で喋ろう落ち着いて低い声で喋ろうほんとにめっちゃね全鉄大集合でほんとにめっちゃ可愛かったみんなほんとに幸せな空間でしたねこれは絶対見に行かないと人生損 <laughs> あしんじさんこんばんはつなさんこんばんはえっ、ー、とみんなにねあのあカメラ えっと両方行きますか今日だけですか明日だけですか両方なしですかっていう感じで投票したんですけどみんなどうですかえー、今日はね何時10 19時半までには最低でも終わるんだけど時計みたいなものがみじんも全くなくて今何時なのか全然わからない <laughs> まあでも15分くらいかないや本当にみんな。 本当にてっちゃんたちみんなアイドルだったんだなって思ってずっとキラキラしててめちゃめちゃ可愛かったしダンスがもう最高だったもうみお客さんたちもみんなあのそれぞれのてっちゃんたちのてっちゃんっていうかまあそのね推しめんへの愛にあふれててすごい温かさを感じたいっぱいみんなね工夫したなんかいろいろな なんだろう内輪だったりとかペンライトにね工夫してあって青いペンライトその漂流ライトにこうピンクでなんかあれあの何紐紐じゃないけど光る光るやつつけてたりとかしていやーもう嬉しい楽しかったー明日終わったらネタバレ振り返り配信とかやってみてほしいそうねそうしよっかよし ちょっとね、今車内ですごい暗い暗いけど暗い <laughs> あありがとう時間18時57分ありがとうそうそのステージそう本当にねお邪魔していいのか私がと思って本当ににカエさんとかしーちゃんとかりんちゃんとか本当にあのアイドルって感じでりんちゃんなんかもう k p o p アイドルみたいに相当可愛かっためちゃめちゃ可愛かったもみんなすごいねえもう。 キュルキュルしてたな、てっちゃんたちみんないやありがたいことですねもう貴重な経験をさせていただきました今日も行きました遊んでくれたり見えたよ <laughs> 見えたように決まってるじゃないですかしんさん、今サヤリンオタク11人でまず来てるいいないいなあ18時50分ナウありがとうございます <laughs> いや楽しかった本当にね、みんな見た方がいい みんな見た方がいいよ今チケットの状況どうなってるのか全然知らないんだけども本当にねテンパっちゃってあの写真もろスポ撮ってない本当に本当に緊張して緊張してド緊張でもう明日の朝あげる写真がない <laughs> どうしようねあの携帯を携帯しないからさあの写真を他の人の携帯で撮ってもらってスマホですね 携帯って最近言わないね <laughs> いやでも本当にすっごい楽しかったっていうかもうみんな星いっぱい投げてくれてありがとうあさちさんお疲れ様ありがとうございます嬉しい嬉しいいやーほんと可愛かったわ本当に可愛かったー AKB ヨタじゃないから参加するの戸惑っちゃったんだけどどんな感じ もうねあのねその普段見れない普段見れないそのニコニコしてる姿てっちゃんって基本さあのなんだプンプンしてるというかキリッとしたりプンプンしたりとかするから。 なんかニコニコしながらダンスを踊るのって本当に最後の漂流中ぐらいの時間しかないんだけどほーんとにずーっとニコニコしててすっごい可愛くてもう命が増えた自分は伸びた寿命が伸びる見たら寿命が伸びるなと思った本当にみんな可愛かったです本当にみんなかかった AKB オタになっちゃうね。これは一回見たら AKB オタになっちゃうなっていうのすっごい分かった。もう、何あの空間もうずっとさ、ずっと100%ずずっと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 ずーっと可愛い女の子が、ずーっと上手なダンスと、ずーっと素敵なお歌を歌って、で、ちょっと目があったりしたらニコってしてくれたりとかしてさ、なんか、もう、あもう沼、沼るよね。 もう最,最高だったネタバレになるからねあんまりあの内容に関しては言えないんだけど本当に可愛かった本当に可愛かったです鈴木さんが一番 <laughs> それはないそれはないでもありがとうんじさんよいしょしてるって桜子さんに見透かされてますよ ラブカーナさんはずきちゃんが出てきたら元気になよありがとう嬉しいいやでもね私もラブカーナさんの姿を見てああーちょっとホッとしたって思ってほにもう緊張して手の位置をどうしたらいいのか先生分かんなくったんで本当に困りましたみーツさんこんばんはいらっしゃい来てくだれてありがとうございますいつもの劇場とはまた全く違って客席見て楽しいんですそうですよねそうなんですよ もうね客席がちょっとやっぱ明るいんですよね激。激してる時と違ってお客さんのことはっきり見えるようにちょっと明るくなってたりとかして。 持ってるものもさいっぱい。なんか色々工夫してあってすごい見てて面白かったし、あの akb の子たちばっかりしか見てないかなって思ってたけど、あの全然知らない方とかとちょっと目があったりとかしてすごく嬉しかったんです。もうちょっと照れ,照れちゃったけどね。<laughs> あ、れいちゃんこんばんは。ということこちらこそありがとう。来てくれてもありがとうだよ。 でもステージメイクのままでかわいさわいさした。ありがとう、ありがとう。当日券あったら行ってみようか。どうなんだろうね。どうなんだろう。みんな、みんな知ってるチケットの販売状況が一体どのようになっているか <laughs>。みんな知ってますかさずきたちみんな出てからはもちろん舞台上注目して。ありがとう、もうね。いやー、幸せな空間でしたね、本当に。 あのね花道から覗いたりとかたまにねずっとは見れてないけどあの出はけがあるから危ないから見れないんだけどねあの覗いたりもできたんで本音言うとこういさそうわかるあの見ててあの真ん中に来た時とかにさもう愛を叫びたか言うな!」とかもう愛を叫びたかった。<laughs> もう全員 全員箱押しだからてっちゃんみんな箱押しだからギョーテさんに初めてお会いしたんだけどめちゃめちゃ可愛いね大人っぽいし可愛い両方の要素、ね、みんなみんなそうだなみんな可愛くて綺麗だわみんな可愛くて綺麗でしたでも本当にテンパっちゃって あの右足左足どっちさっき踏んだっけみたいになっちゃったりとかもしたのでちょっとあの自分的にはね反省もあるんですけどあ当日券あるはずよ当日券あるんじゃないあ今日も当日券あったおーじゃあ当日券あったら是非いやもうこれはね愛媛でせっかくやってくれるんだったら絶対見た方がいいよ命が増えるから本当に。<laughs> あに今日の結論 AKB48 の「 ライブは見たら命が増える。<laughs> 見たら命が増えます <laughs>、えー。つなさん、はずきちゃんも楽しそうにしてて楽しかった。そうめっちゃ楽しかった。あのハイを引っ込めみたいな感じに <laughs> なるかなとか勝手に思っててちょっとビクビクしてたんだけど、あのー、本当にみんなあいらっしゃいって感じで、あのー。 ファンの皆でらに嬉しかったのが坊っちゃん劇場のファンの方が AKB のこうやってね AKB さんのコンサートに行くっていう方が結構ね見えてあいつもの方も見に来てくれてるって思ってすごい嬉しかったですね。こうやって輪がつながっていてね広がっていて新しく楽しいことがなんか自分の中に増えていくっていうのはとっても素敵なことだなと思います。 お母さんに相談してみるもうねあの金,金銭の許す限り金銭とお時間の許す限りね <laughs> 見たら楽しいと思う斎藤さんいつも寿命増えてねえ本当に寿命増えるコールしてる哲男と見たいですねえコールしたい気持ちすごい分かったもう見ててさこう自分があなたのことを好きですよっていう気持ちがもうなんか溢れてきちゃうんだよねもう喉元まで。 もうあの好きだーっていう気持ちをもう叫ばずにいられないからコールっていう文化が生まれたんだろうなって今日初めてアイドルさんの,あのライブを見て思いましたもうなんか湧き上がっちゃうね湧き上がっちゃうすごいわかったコールアリ見てみたいなーえっとなんさん半年ぶりの公演といつぞやぶりの地方コンサートすごく楽しいあ明日見に来られる方かな このパンということはね、サヤリンのファンの方ですねフチンクッキー、バリバリ良かったですあありがとうございますにゃんにゃんこれなんて言うにゃんばくさん字がねなんか近づいちゃったらなんか恥ずかしいからちょっと遠目でこうやって見てもなんか画数が多,いか,多かったら <laughs> ちょっと見えない、ごめんなさいねありがとうございますいや嬉しい ささんも皆さんももお疲れ様でしたこれからね多分あの参加される方はオンラインお話し会オンラインお食事会だけに参加されると思うんですけどそちらも是非楽しんでください。今日見てないけど明日本編見てえっ、ー、と,、えー、と前列も見るよっていう方もね是非楽しんでいってもらえたらなと思います。 斉藤さん「坊ちゃん劇場」でペンライトを触れたのが新鮮でしたそうですよねいろんな色のペンライトあるねあれってなんか推しカラーとか決まってるんですかこの人は誰とかさなんかこ「この人は何何色この人は誰?」って違うね <laughs> こ,のこの色は誰とかそういうの決まってるのかな明日の前徹はえー、15時。 合ってる合ってる合ってる <laughs> ?15 時。漢字ごちゃごちゃさん。さあ、そうなそうそうなあの、あのね、にゃんばくさんが謝られることではないので、ありがとうございます。我々の全力コールに居合わせると一般の人は多分ドン引きしますあれでしょ誰にも言えないこの気持ち、はに向かって咲いているみたいなやつでしょ違う。タイガー、ファイヤー、サイバー、 ダイバーななみたいな <laughs> わかんないけどさゆりンは赤かける赤あっすごいもう戦隊で言ったらもうど真ん中じゃん力あるんだあさゆりン赤わかるね葉月さんカラー決めてくれたら振り返えう、ー、れしい <laughs> えみんなと被ぶない感じねうんで私は基本あの今までやった役がね青い役だったので 青と白の役だった。青と金。青と金か、青と白の役だったので、そんな感じかな。でも誰かとすごい被ってそう。いや、でもその気持ちがとっても嬉しいですね。アンバクさんありがとうございます。コンサートの時間はね、えっと、90分かなそう、もう本当に時間があっという間に過ぎちゃったから、あの、 なんか秒秒です過ぎた何もかもが秒で過ぎ去りました15時、ね。チゴ時ネ了解ありがとう何。何ミックスも聴いてミックスって何ミックスって何？ルんちゃんは赤と青と緑。ええー、そうなんだ。やばいかな言いたいことがいやーこれってあれでしょあの。 ガチ恋工場っていうやつ <laughs> ちょっとね、勉強したちょっと勉強してきたえーっとサンガさんこんばんはいらっしゃきてくれてありがとうございますじゃあシロフリマありがとう他の人と被ってないか,かぶすごい被ってそうだけど大丈夫おばらくんが面白かったそうなんです そうなんです。ね。万次郎と女性チームが出ますので、皆様明日見る方、お楽しみに。いや、本当に手の位置をどうしたらいいのかわかんない。あの、こう出てきて、MC 中の手の位置を <laughs>、どうしたらいいのかわからない手の動きをお楽しみください <laughs>。もう15分経ったね。15分経ったね。 青かとか水色とかがチームメイトのカラーあそうなんだへーええとあゆいかちゃんこんばんは来てくれてありがとう、まあ、でもぼちぼちまあ終わりにしようかなと思ってはいるんですけどもおらんちゃんちんょょこちょこ見 <laughs> 見えてた見えててたたました <laughs> いや本当に感動したもうずーっとずーっと。 もう見てたたかったもう本当に時間があっという間に過ぎる感覚でもうねキラッキラッキラッキラしててみんなダンス上手いねダンスのうまさってこう滑らかな動きの時はずっと滑らかに動き続けて決めるなんか速い動きの時にもうパーンって手上げるとかで決める時はもうなんかしんないけど一瞬止まってるように見えるんだよね本当に。 ダンス上手だなーっていうそのダンスを見るっていうことのな分か何かもう本当に見たら寿命が増える本当にみんな可愛かったしもう何よりもうてっちゃんたちみんなに会えてすごい嬉しい私だけですよ1期から3期全部の鉄と合ってるの。ああ1期と3期とか2期と3期はいるけどもう全部の鉄と見てるの私だけですからね。 もう本当に、もうみんなと久しぶりに会えて本当に嬉しかった。めっちゃ可愛いみんな可愛いもうダメもう無理もう可愛いもう可愛い可愛い可愛い可愛,い可愛いかった可愛いかったですいやー、可愛かった <laughs> 手の動き注目しときす <laughs> 頑張ってどこに置いとくか、なんか洋服だから、いつもみたいにこう、 こう手をこう重ねて真ん中に置いとくっていうのができない <laughs>。なんかまあしてもいいんだろうけど、なんかどうしたらいいのかなって思っちゃった。袖から見えてた。下舞台のお稽古行くから、朝は漂流できない。あ、あ頑張って頑張って行ってらっしゃい。いや、あの雨とかね、気をつけてな。白は大丈夫なはずです。群馬の黄色と一緒にいる。ありがとうございます。嬉しいな、嬉しいな。 多分心の中でガチ恋工場の時には心の中が <laughs>「あう嬉しいめちゃめちゃ嬉しい本当にいやもう嬉しいな嬉しいしか言えないもう語彙力がもっと増えたらいいのにお母さんに相談したら「行っていいよ」って言われた「あう嬉しいありがとう待ってる待ってる」もうあのね本当に慣れないことですごい緊張しちゃったからもうみんなあのね私の ことをよく知っている方々も見に来てくれたら嬉しいしあの知らない方々もねちょっと頑張って手振ってみたり明日はもうちょっとしてみようかなと思うのであのあのにこやかりにしてくれたら <laughs> 嬉しいな <laughs> あ若菜さんまたなんかなんて言ったらいいのか分かんないけどあのな,なんだあじさいありがとうございます。 これがね私の日々の糧になりますので本当に <laughs> ありがとういっくんさんこんばんはー見た見た全鉄見ましたあツナさんもありがとうございます綺麗な綺麗ななんだろう <laughs> 綺麗なやつありがとうございますごめんね全鉄は行くからしてよっしゃー嬉しい待ってるよ待ってるよ本当に嬉しいありがとうね 皆さん明日も楽しみにしてます。<laughs> 人参ジョンマイラブといえばね、人参 <laughs> 人参と大根とカブです <laughs>、えー。めちゃめちゃ後ろの方だと思うけど、漂流ライト振るね。いや、もう楽しみにして。あーらーああああいっぱいいっぱいいっぱいありがとう。綺麗な雨が、雨が降ってる。ありがとうございます。いや、嬉しい。 あーあーすごい何て言うんだこれなんかスタースタバクみたいなショールームのなんかしきたりというか名前がまだねあのちゃんと分かってないんだけど本当にありがとうございます明日も是非是非楽しみにしてください外が暗くなってきた今何時今何時そろそろ終わりにしようかな ちょっと個人的にちょっと悔しい部分もあったので明日絶対絶対リベンジしますまたこんなこと言っちゃダメなんだけどねもうなんかそういうのをうね認めるような出しちゃったダメなんだけど <laughs> いやもういっぱいありがとうございますこれ何ていうアイテムなんだろうなんかいっぱい岡田さんありがとういつも配信来てくれていっぱい よろしあのなんかいろいろなんて言うんだこれこれなんて言うのこういうのアイテムっていうのかないやもう嬉しい前の方で見ましたあいやーもうねテンパりすぎてもみんなのことあんま見れなかったほんとに緊張して <laughs> 緊張しました緊張しちゃいました余裕して全鉄ついくねあずきちゃんホワイトありがとうございます漂流もねぜひぜひお待ちしておりますので反省は大事そうね 頑張ります。えー、配信を移した。ありがとうございます。ニャンバックさん嬉しかったです。嘘の時間ですかまだ3分くらいしかない,いやさっき15分経ったっていうテロップがだいぶ前に流れたのを私は知っていますよ。<laughs> ギフトですか？何故あありがとうございます。ギフトかギフトギフトの紫陽花ね。オッケー理解した。わ <laughs> ごめん <laughs> ということで多分そろそろ、えー、19時半になると思いますのでみんなお話し会楽しんで、えー、とお話し会行かない人は明日とかをね楽しみにしててもらったらと思います。あのー、えっとアーカイブは前鉄の方は残んないけどえっ、ー、とライブリアイリアイの配信はあって漂流本編の方はアーカイブ残りますので。 ぜひ皆さん見てみてください。明日も頑張るぞ。頑張るぞー。るぞー <laughs> えーね、あの AKB のファンの皆様ともまた仲良くなれたら嬉しいなと思いますので、えー、明日ももっともっと頑張ります。じゃあ本日はありがとうございました。そろそろ終わりにします。ということで、いつもの客席、客様も違うから、そう,そうそうそうなんです。ちょっとね 拍手の圧が強くてびっくりしちゃった <laughs>。自分で行くって言ったのに全てつなんか緊張してきた <laughs>。ね、あの、わかる。すごいお客さんとかも。あそうそう。あのね、客席がすっごいステージ上めちゃめちゃ暑かったので、客席も暑かったのかもしれない。でもしかしたら冷房とかで寒いとか暑いとかあるかもしれないから、暑い時用の服を中に着て、寒い時用の上着を着て、拭くもの服物を持ってきた方がいいよ。 と思いました。t w i t t に明日過去かな <laughs>？テンパりすぎて写真撮れてません <laughs>。<laughs> えー、配信ありがとう。明日の漂流と前日楽しみにしてるね。こちらもこそありがとうございます。見に来てくれるの楽しみにしてるよ。えー、斉藤さん、カマキチさん、さちさんえー、読み送りありがとうございます。さつきちゃん頑張れありがとうございました。ありがとう。嬉しいです。えー、どうやって読むんだっけ？ なこれはあの、ランキングみたいなやつない、あった。えー、っと、ラブカーナさん、シンジさん、トイさん、斎藤さん、桜子さん、ツナさん、コウさん、ルイさん、ニャンバクさん、ほのかちゃん、ミッツさん、サングさん、アルパカちゃん。13人でやってる。よし、やってるやってる。ありがとうございました。また、明日ね。 お疲れ様でしたー。えーと、こうか。あれえーっと、どうやって切るんだっけ <laughs> この前も言ってた。またねー。